先ほどの映像切れてしまいましたけど、このピアノはグランドピアノなんですけれども、電子ピアノでして、ここにボリュームがついています。ですから周りに自信がなくてもちょっと小さな音で弾くことができます。間違えましたけど、583系とかにある速い、感じのオルゴールです。で今度は昭和48年ぐらいに作られた、下越の増備用に作られた低音の最終ぐらいのオルゴールの速さで弾いてみます。これぐらいの速さだと思います。次はオルゴールの増幅器のだいたい1200か1300番台ぐらいにある高音を弾いてみます。3つになるんですけど、この部分が結構好きです。この和音ですね。セドラだと、低音だと、この和音ですね。ここが好きなんです、結構。で実は鉄道唱歌って一番最初の部分も音が3つです。低音だと正と A と、これが早めので、高音のところも最初は音が3つですね。これいつも間違えます。なんとか鍵盤が見えるように弾いてみたいんですが、スタンドがないので、ハイゲンスも挑戦してみようと思います。もう忘れてしまいましたので、多分間違えると思います。
な感じでしょうかね。やっぱり弾けませんでした。